はい、皆さんこんばんは。本日はね、ユナイテッドシネマ前橋で映画を見てきました。で、本日見てきた映画はこちらになります。ヨルゴス・ランティモス監督最新作、哀れみの三章ですね。こちらを見てきました。で、チケットはね、こちらになります。はい、見てきました。問題作ですね。そもそもね、ヨルゴス・ランティモス監督はね、なかなかね、攻撃的な監督でね、もうものすごかったですねで、この映画はですね、シュールと狂気が合わさると乾いた笑いのブラックコメディになるという、そんな感じの映画ですかね。まあ、シュールでかつ、まあ、狂気を描き、で、それがね、なんとも言いようのないね、笑いになるんですよね。笑いですよね。多分コメディだな、多分ブラックコメディだなっていう感じですよね。最後ね、こう、いろいろね、3編あるんですよ。3章っていうんで、3編あるんだけど、一応ね、最後笑わせようとするね、あの絵が入ってたりとか、3章あるうちの、あの最後の作品ですね、あのタイトルがあるんだけど、あのこのタイトルね、あの最後ね、あのこのスタッフロールでおまけ映像で回収するってね、むちゃくちゃだろっていうね全然このタイトル関係ねえじゃんと思ったら、あの全部の話終わった後にちょっと絵を挟んで、はいこれですみたいなね笑えというのって感じだけどね。まあ当然ね、ヨルゴス・ランティモス監督の映画のはね、もうこう入場者特典として、あの映画見ると、あの女優の上半身裸が見られますってことでねもうね、女優がいい脱ぎっぷりしてんすよね。もうあの男性側の T シャツを脱ぐような感覚で脱いでますすごいよね。もうみんなね、美人女優もね、みんな上半身裸になるっていうね。まあなんかね、こうよくもうこう、もうヨルゴス・ランティモスの映画だったら仕方ねえやって感じなんですかね。もうみんないい脱ぎっぷりしますよね。はい、というわけでね、もうね、シュールとね、狂気の合わさった3編ですね。なんというのかな、選択肢を奪われ自分の人生を取り戻そうと格闘する男が1編ですね。最初の1ですね。で、その次がね、海で失踪し帰還する、もう別人のようになった妻を恐れ警官で、第3編がね、卓越した教祖になると定められた特別な人物を懸命に探す女というね、もうイカれてるよねまあらすじがイカれてますよね。この3編なんですよ。この1個2個3編になって、まあ中編みたいな話が3つですね。まあ40分ぐらいのかな、40分ぐらいの3本ぐらいですね。で、内容が濃いし、でね、この3編ね、でここに出てくる役者たちがそれぞれね、話が変わると役柄が変わるというね、そういった感じになってきますね。もうやばいですよね、とにかく。で、選択肢を奪われて自分の人生を取り戻そうとする格闘する男なんていうのは、なんかね、金持ちの男にもう全てね、一日の行動をこう決められてる男がいるんですよ。で、この男がこの金持ちにもう行動をね、決められてるわけですね。行動するんだけど、でね、そのおかげでね、裕福な生活をしてるわけですよね。裕福な家、まあ豪邸を住んでたり、で奥さんと結婚してたりとか、うん、そういった指示に従ってそのまま生きてる男なんだけど、この男からね、ある男と交通事故に遭って、その男をね、殺せみたいなことを言われるわけですよ。さすがに殺人はできねえってことで、このね、金持ちから離れていくんだけど、離れていったら離れていったで、今までね、この男に言うこと聞いてれば何不自由ない生活を送れていたのに、その仕事もなくなったりとかして、まあなんか、ね、生活がボロボロになっていくわけですよね。で、奥さんもいなくなったりとかして、で、一人暮らしになって、家とかね、やっぱ男の一人暮らしなんでね、すごい汚くなるわけですよ、豪邸で。今まで綺麗だった豪邸が。で、そんな中で、あるね、若い女性と出会うわけですね。若いね、この美人の女性と出会うんだけど、まあ出会ったのはいいんだけど、そのね、女性と話聞いてみるとね、なんかね、どことなくね、昔の自分に似てるんですよね。そういった感じの、なんかね、気持ち悪さですよね。で、家に帰ってくると、自分の生活でね、汚していたね、汚い部屋が、なぜかね、ベッドメイキングされたかのように綺麗になってたりとかする、そういった気持ち悪さですね。妙な気持ち悪さ、その家が綺麗になってるのに、なんかね、すごいその気持ち悪さがあるわけですね。まあとにかくね、そこの金持ちからまあ愛されて、自分も愛して、そしてね、この自分のね、その選択肢がない中、自分でやっと選択ができるようになったと思ったら、やはり選択がなかったというね、その哀れな男の人生ですね。そういった感じですね。で、さらにね、海で失踪した別人になった奥さんを恐れる警官ですね。これがね、ちょっと狂気地味でですね、説明ができないくらいやばい話ですね。これ警官いまして、奥さんがね、海洋研究者みたいな方で、この人がね、その海を調べてる間に、ね、遭難して、
まあなんか離れ小島かなんか行って、それからねやっと帰ってきたわけですよ。見つかったおかげで今まで心配してたんだけど、で帰ってきたのはいいんだけど、なんかねその自分今まで自分が食べなかったものを嫌っていたものを食べれるようになったりとか、あと靴のサイズが合わなかったりとかするところに、この警官はねなんかねこの女は俺の奥さんかみたいなこと思い始めて、でいろいろねその精神科の医者とかも巻き込んでね、なんかこの警官がねどんどんおかしくなってって、奥さん奥さんでねこのちょっとねイカれていく男を愛してるっていうね、そういったねかわいそうな話なんだけどね、このラストが意味がわからないんですよね。意味がわからないっていうか、ハッピーエンドとして撮っていいのか、いやハッピーエンドじゃないのかなみたいなね。でこのラストがもう狂気じみた終わり方するんだけど、なんかハッピーエンドみたいな形で終わらせようとするねこの気持ち悪さですよね。なんだったんだこれってみたいなね、やべえなみたいな、やべえも見せられたなって感じで、そういった映画ですね2編は。で3編目がもうね物語やばいじゃない、卓越な競争になると定められた特別な人物を懸命探す女ってね、もうやばいですね物語が、もうあらすじがやばいですね。この女がもうなんかやばい宗教かなんかにハマってる感じで、その競争のなんかね体液の入った水しか飲んじゃいけないみたいな、それ以外飲むとね汚れるみたいな感じで、とにかくポリタンクでね水を持ってるわけですよ。でこの水をとにかく飲んでるわけですね、他のも液体を飲んじゃいけないみたいな感じで、まあ、とにかくそういったやばい感じのその男女2人ですね、この男女2人が死体のね安置所ですね、死体の安置所で、まあ、ある女性をこう連れてきて、その女性にその死体触らせたりとかして、なんか変化起きるかどうかみたいなことを見てるわけですね。まあ、明らかにやばくて、でこのねその死体に何かね変化を起こすことができる女性を探しているのがこの2人で、でずっと探してるんだけど、探してる間にまたねいろいろトラブルがあり、この探してるこの女性もですね、まあなんかねいろいろとまあ汚れてしまったりだなんだりとかで、でこの教祖となる女性のヒント的なものをね掴んだりとかするんだけど、まあ最終的にはねいろんなやばい形で終わるというね嫌な感じの物語です。とにかくシュールかつ狂気じみていて、でさらに最後はねブラックコメディに落とし込むというね、もう荒技ですね。さらに女性は脱いでるっていうね、なのでねなんかねもう見ちゃうんですよね。もうだから先が読めないじゃないですか、あのもう設定がイカれてるから、始まりはイカれてるし、あの物語の展開も読めないし、まあ、女性の裸はあるしってことでね、つい見ちゃうんですよね。もうこの魅力ですよ。最近ではねこういった枠にはみ出した作品ってなかったけど、さすがねヨルゴス・ランティモス監督はねもうはみ出しまくりですね本当に。まあこれだけね女性を脱がしつつね狂気とさらにシュールをね描いた作品はねなかなかね撮れたもんじゃないなっていうね。でこれね3編したらちょうどいいですね。この一つ一つの話がねなんか2時間だとね重いし長いんですよね。ちょうどいい塩梅なんですよ。ちょうどいい塩梅のところで終わってくれているので、いや、まあ、気分転換もできるというか、気分転換するのもまたイカれた話なんだけど、まあ、そんな感じでね3編なんとかね、楽しめましたってことで、でタイトルの回収がすげえ雑だったりとかするとかね、そういったところがね、まあ、多分ギャグなんだろうなっていうね、ちょっとねすげえ作品だなっていうね。最近ねハリウッド映画的な映画ツイスターズとかエイリアンとかあったんだけど、あのハリウッド的なハリウッドらしい映画がねいまいちこう刺さらないというかね受けないんだけどね、逆にこういったね、まあ、尖りまくったイカれた映画はねあの逆にいいですよね。逆にこっちの方が面白いかなって思います。というわけでね、まあ狂気とシュールのブラックコメディ映画ですね、こちらのを見てきましたね。はい、というわけでね本日はね哀れみの三章という映画を見てきたでした。では皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。